人間ではなく吸血鬼です。とある任務を引き受けてもらいたい。有人宇宙飛行計画見えちた。俺は何をされるんですか？人体実験ですよね。バカ者、人間ではなく吸血鬼です。私は実験体でもいいから、人間の力を借りてでもいいから宇宙に行きたかった。俺に生きる意味があるとしたら宇宙に行くことだけだ。そのためなら全てを捨てられる。あの身体性能興味深いです。彼女は俺たちのために身を投じてくれるんだ。あなたは実験体を同じ人間だと思ってるの？あれは物よ。俺自身君のこと実験体とかそういう扱いして申し訳ない。街へ出るときは名前でイリナと呼ぶ。本当に変な人ね。でもあなたが監視役でよかった。君を必ず宇宙に連れて行く。何があっても俺は君の味方だ。人間より先に宇宙に行きたい。私も殺されるの？なんとかしないと。イリナの夢が。人間にとって私たちは何なのかな。宇宙へ行くという君の夢を叶えたいから、俺は絶対彼女を死なせない。死なせるものか。私は負けない。正直俺たちの中には N44 のことをおとなしく思っている奴もいる。私はあなたの打ち上げが成功したとしても認めない。イリニャンさん、私のことはアーニャと呼んでください。空に行きたい。君は同じ夢を見る同志だ。デフ、ありがとう。史上初の有人宇宙飛行だ。楽しんで。行ってきます。月とライカとノスフェラトゥ。